シギショアラ歴史地区は、ルーマニアの世界遺産の一つである。ルーマニアムレシュ県の都市シギショアラのうち、トランシルバニアザク戦人によって12世紀以降に建造されたシタデルの区域に該当する。かつてラテン語で、カストルムセクスと呼ばれたシギショアラの歴史地区は、現在もなお人々が暮らす、中世的城塞都市であり。 ルーマニアの宝石とも称えられるその美しい街並みはトランシルバニアザク先人の850年に及ぶ歴史と文化の霊章として1999年にユネスコの世界遺産に登録されたシギショアラ歴史も参照トランシルバニア地方は11世紀にハンガリー領となった12世紀から13世紀には歴代ハンガリー王の方針で辺境の防衛を兼ねて ドイツ系の職人や商人たちがこの地に入植していった。彼らの出身地には、ザクセン地方だけでなく、ルクセンブルクやフランドルなども含まれていたが、文書の上では一律、冊子と記された。シギショアラも1191年に、彼ら、トランシルバニアザクセン人によって築かれた都市である。標高425メートルの小高い丘の上に、築かれた防災は1241年の、 モンゴル帝国の信仰を踏まえて、順次増強され、14世紀にかけて見張り塔と、防壁が整えられた。市議アラは、トランシルバニアザク人たちが築いた7つの要塞都市の一つで、故障にあたる、ラテン語名、カストルムセクスは、第6要塞の意味である。見張り塔の建設などに責任を負ったのは、商工業者のギルドで、講述するように今も塔には、 当時のギルドの名前が冠されている。市議書荒は強力なギルドの下で繁栄し、1367年には自治都市となった。15世紀から16世紀にかけて、さらに都市は繁栄したが、この時期はオスマン帝国の脅威にさらされていた時期でもある。その結果、丘の上の城塞にとどまらず、丘の下にあった教会の周囲にも防衛施設が整えられ、下町の基礎ができた。 17世紀以降は、ペスト流行、三度の大火、洪水、地震と相次ぐ災害に見舞われ、人口の減少や建物の損壊をこむった。ことに、1676年の大火は6時間にわたって歴史的建築群を焼き尽くし、都市の約75%を消失させたとされている。さらに1840年にギルドが特権を失ったことで、都市は、 かつてほどの勢いは失った。死疑書原市街の模型その後、下町は商工業地区、山の手は行政地区という住み分けが行われるようになったが、その開発の中で下町の防壁は取り壊された。山の手の防衛施設も無傷とはいかず、かつては14基あったギルド島のうち、現存するのは9基である。それでも死疑書原の保存状態は十分に良好なものであると、 評価されている。それというのは、タタール人やオスマン帝国の信仰に備えた防衛拠点として、トランシルバニア地方に残る、要塞制度が比較的良好に残っているのに対し、城塞都市にはあまり良好な形で残っているものがないためである。市議所ラは、トランシルバニアザク人たちが入植して作られた地域の北限にあたっている、同種の より大きな都市であるシビウやブラショフも、シギショアラと同じように中世ドイツの典型的な建築様式が残されているが、保存されている要素の多さで大きな隔たりがある。トランシルバニアザクセン人が築いた中世城塞都市の、うち、シビウに残っているのは約30%、ブラショフも約45%にとどまるのに対し、シギショアラは実に90%が残っていると、見積もられている。 共産主義政権下においては、特段の保護政策が取られることはなかったが、1990年代以降、本格的な景観保存が検討されるようになった。世界遺産を構成するのは、城塞都市の防衛機能を担った防壁と見張り等、いくつかの広場と境界、それと中性的な景観を保持している赤い屋根が並ぶ、民家群などである。構成資産は、城壁内だけでなく、 ヘルマン・オーベルト広場など、城壁外の区域も、若干含まれている。以下で主要な構成資産について外説する、時計塔の時計部分下町に面した方の、カラクリ人形時計塔は、市議所荒歴史地区で一際目立つランドマークである。自治権獲得の記念として14世紀半ばに、建造された、塔の屋根に備わっている4つの小塔は、裁判の自治権を象徴するものである。 1556年までは市議会の議事堂として使われており、その頃まで塔は増築されていたが、現在残るのは1676年の大化の後に再建されたものである。その後、バロック様式で再建され、1894年には屋根の大規模な吹き替え工事も行われ、現在見られるような色鮮やかなタイルが貼られた。時計塔では17世紀に作られたからくり時計が、 今も機能している。この時計は、時間が来ると、機械仕掛けの人形が出てきて、時を知らせるようになっており、城塞内に面している。時計盤と下町を向いている。時計盤とでは、出てくる人形が異なっている。前者は、平和、正義、法、昼夜などを象徴する人物たちになっており、後者は、月曜に対応するディアーナ、火曜に対応するマールスなど、 一週間を表すローマ神話の神々になっている。ヘルマン・オーベルトの展示時計塔の内部は歴史博物館になっている。これは1899年に設置されたもので、古代ローマ時代の生活用品に始まり、家具、手術道具など時代ごとの様々な物品を展示している。個人に関する展示としては、少年時代をシ,ギショアラで過ごし、後年、V2 ロケットなどにも携わった。 ロケット工学者、ヘルマンオーベルトに関するものがあり、ロケット模型なども展示されている。時計塔の内部には、かつて拷問室として使われていた部屋もあり、関連する道具などの展示も行われている。時計塔には三つの広場が隣接している。一つは、前述の審議書あらに、ゆかりのある、ロケット工学者の名を冠したヘルマンオーベルト広場で、これは、時計塔の南側、城壁の外にある。 二つ目は四十メートル四方の広さの城西都市広場で、ギルドが健在だった時代には市場が開かれていた場所である。そこは城西都市の中心部にあたっているため、かつては公開処刑なども行われた。三つ目は修道院付属協会に隣接する博物館広場で1896年に設置された。それ以前には住居が三軒建っていた。 ギルドに由来する名を持つ塔は、前述のように旧機が現存している。時計塔以外の八つの塔は、以下の通りである。このほか、城西の北部、かつて、城前職人の塔があったあたりには、1894年に西洋勢フローマカトリック教会が建てられた。この建物は1983年の火災で被害を受けて、修復工事が行われた。 三条教会三条教会は、城壁の南側、学校の山に位置している。なおそこには三条学校があり、現在はドイツ語学校となっている。旧市街から三条教会へは、屋根付きの木造階段を登っていく。屋根は冬場に、礼拝や通学のために丘に登る、人々のことを考慮して付けられたものだという。現在は175段あるが、 1642年にできた当初は300段あり、1849年に現在の段数になった。階段の入り口脇には、ゴシック様式で建てられた最初の教区教会の遺構が残っている。三条教会は、正式には聖ニコラウス教会というのだが、ルーマニア政府の世界遺産推薦書や政府観光局公式サイトなどでも三条教会とされている。 1345年には記録に現れているが、完成したのは1525年とおよそ200年後のことであった。ゴシック様式の建物でトランシルバニア地方のゴシック建築の中で代表的なものとも評価されている。建設当初はカトリックの聖堂だったが、1547年にルーテル派の教会堂になった。内部には14世紀から15世紀の美しい壁画が、 存在している。ただし、1776年に損壊したため、現在残っているものは、オリジナルの断片を使って復元されたものである。他にも、ゴシック様式の祭壇装飾、15世紀から16世紀に遡る蝶土類などが残っている。そばには、地元の名士たちが眠る共同墓地がある。現在の視聴者、ドミニコ会修道院付属協会は、 時計塔の北側にある教会である。その名の通り、13世紀に建造されたドミニコ会修道院に付属していた聖書女マリア教会だが、1886年に修道院は取り壊され、付属教会だけが残っている。なお、この教会自体は1556年にワルーテル派の教会堂に転用されていた、ゴシック様式の建物だが、1676年の 大火の影響も含め何度も改修工事が行われている。結果的にトランシルバニアのルネサンス様式が取り入れられた扉枠やバロック様式の祭壇など時代の異なる要素が混在している。取り壊された修道院の敷地及び隣接していた村職人の塔の跡地には1886年から1888年の間に大きな新市庁舎が建てられた。 比較的、新しい時期に建てられた、この巨大庁舎は、中世的な街並みの中でいささか異質な存在で、あると指摘されている。カーサブラドドラクルシギショアラは、ドラキュラのモデルとして、有名なブラド三世が生まれた地であり、その邸宅が残っている。時計塔の、すぐ近く、城西都市広場に面するその邸宅は、1431年から1435年に、 ブラド3世の父ブラド2世が遊兵されていた場所で、ブラド3世は、その遊兵期間中に生まれた。現在はレストランに改築されているが、その店名はそのまま、カーサ・ブラド・ドラクルである。ブラドの邸宅は、世界遺産登録時に特筆されていたわけでなく、アイコモスの評価書でも何も触れられていないが、世界遺産に関する、概説書ではしばしば一定量を割いて言及されている。なお、 シギショアラは、ラテン語名カストルムセクス、ドイツ語名シェースブルク、ハンガリー語名シェゲシュバールなど様々な名前で呼ばれて、北が、ルーマニア語名、シギショアラの名が記された、現存最古の記録は、ブラド2世のものだという。この建物には、中世武器博物館が併設されており、中世の武器やブラド3世に、ゆかりのある展示が行われている。他には、 シギショアラ地方出身の軍人で、マレンゴの戦いでは、オーストリア軍を率いた、ミハエル・フォン・メラスの肖像画なども飾られている。ルーマニア政府は、シギショアラ歴史地区の推薦書を1998年に提出した。これに基づくアイコモスの勧告は、登録で、韓国通り1999年の世界遺産委員会で登録が認められた。なお、 ルーマニアは同じ年にマラムレシュの木造制度群とオラシュチエ山脈のダキア人の要塞群も世界遺産に新規登録することに成功し、すでに登録されていたビエルタンの要塞制度の拡大登録も果たした。ルーマニア政府は当初世界遺産基準に該当するとして推薦していた。彼らが基準とに該当すると判断していた根拠は以下の通りである。しかし、 諮問機関であるアイコモスはそれらの評価を支持しなかった。アイコモスはすでに世界遺産に登録されている類似物件としてスロバキアの世界遺産であるバンスカー・シチャブニザとスピシュスキー城の城下町を挙げた。しかし、これらは都市建設の契機で共通するにしても発展の主要因が異なっており、城西都市としての要素が残っていないことから商工業者が作り上げた。 城塞都市としての市議所荒の独自性は認められた。アイコモスは世界遺産委員会に対し登録を勧告したが、そこでは基準とのみが適用できるとされていた。世界遺産委員会でもそれが覆ることはなかったため、この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。具体的には基準はトランシルバニアザク人の文化を伝える令称である。 点に、基準は、ラテン文化と、ビサンティン文化の境界域に成立した、小規模城サイトの例障である点に、それぞれ適用された。世界遺産の正式登録名は、ヒストリックセンターオブサイソラ、センターイーストリックでサイソラである。その日本語表記については、登録直後に、日本ユネスコ協会連盟が、シギシアら歴史地区とした例はあるものの、それ以降は、多くの文献で、 死儀諸原歴史地区とされている。他の表記としては以下のものがある。死儀諸原の歴史地区では、毎年7月に中世を題材にした祭りが開催されている。その祭りでは、伝統的な工芸品の展示のほか、中世の小族での更新などが行われる。すでに見たように、死儀諸原の景観保存は、共産主義体制の崩壊後に本格化した。まず問題となったのが、所有権である。 共産主義体制において公有物となっていた建築物の数々について脱公有化を行うことと景観保存との兼ね合いが問題となったその結果一部の教会などの重要な記念建造物群は引き続き公有物とされ私有が認められた民家についても都市景観を保持する上で重要な赤い屋根とファサードなどについては規制が検討されることになった 1990年代以降、修復も本格化し、丘の上の境界についても数年がかりの大規模な修復工事が行われた。景観保護に関連する継続的な問題としては、人口比の変化が指摘されている。シニシしアラ歴史地区は、伝統的にはトランシルバニアザクセン人が築き上げてきた外区だが、冷戦終結後にドイツへ移住する人々が増加し、 ルーマニア人住民が増えた。こうした人口構成の変化が一部教会の荒廃など歴史的な街並みの保存にも悪影響をもたらしているとする指摘がある。また他の世界遺産物件でもしばしば問題となる観光業との関わりも景観保護との関連で摩擦を起こしたことがある。2001年11月には市議所ラ近郊にドラキュラを主題とする巨大 テーマパークを建設する計画が持ち上がった。提案したのは当時のルーマニア観光省ダンマテアガトンである。この計画には様々な方面から反対意見が出されたが、その中でも重きをなしたのが市議所荒歴史地区の景観保存を支持する意見だった。観光省は歴史地区とテーマパークの相乗効果が観光に性の影響をもたらすと判断していたが、 歴史的な景観保存にとってはむしろマイナスにしかならないという観点からの批判が強く寄せられたのである。その後、強い反対によって建設予定地の変更が決定したが、結局移転予定先でも完成することはなく、2006年7月に完全に打ち切られた。ありがとうございます。